えば服もそうですし、お衣装もそうですし、それを持ってこの会場に終わらせてもいいんじゃないかということで、月刊さんってことを銘打ったわけです、ね、あの立ち上げから、まあ、およそ1年2ヶ月ぐらいということですけど、平本さんにとってはどんな1年2ヶ月だったっていうふうに振り返りますか？僕としてはだからね、何もなかったところから、はい、急激な、なんだろう、急激な上り坂なのか下り坂なのか荒波なのかね、わからないけど、まあ簡単な言葉で言うと激動の1年数ヶ月、はい、今までも三十何年間激動だと思ってたわけ、ええ、でもそれって取り巻きのない自分自身一人の中でのことじゃない、はいはい、嵐があったとしても、ええ、その嵐の中には、ね、自分一人しかいないっていう、巻き込まれてるのは自分だけ、で巻き込んでるのも自分だけっていう中じゃない、でそれがね、何十人何百人当事者の会でも10人20人と、ね、声を上げる実名告白するという方々がね、後輩たち先輩たち増えて、まあね、その時もだから過去にもね、50人ぐらいの被害者が声を上げてるのに、ね、急にこれっていうね、一体何が起こったのかと、何が起こったのかっていうよりも何かを起こそうとして、別に BBC をね連れてきたわけでもないし、国連にね、いろいろねこう手紙を書いて伝えてきたこともね、何かを狙ってというよりも、まあ、あくまでも僕は変わらないスタンスで、事実、こういった事実、こういった事件、ことがねあるっていうことを知ら、まあ、どんな形でもいいから知らせてきただけなので、だけどやっぱりそのそう、一番はマスク、そうですね、コメントにもほらメディアの構成が何より大きなバックアップになったって出してらしたんだけど、 それがだからなかったのが何十年、あった位置で、でも今中第数ヶ月、そう、だからこれもね、なんだろう、被害者側のアクションが今薄いよね。で、朝日新聞なんかはね、結構そこをつっついて書いてはくれてるけど、被害者がどうしたこうしたっていうことに対しては、まあ、そこちょっとだんだん縮小されて、やっぱりスマイルアップが何かを発表する、何かを掲げる、ね、それは数字だったり、会社のね、組織の体制変更だったりとかっていうものを、それについてあくまでも、報じてる、こういったことがありました、こういったことが掲載されました、発表されましたみたいな、だけなので、それこはちょっと事件事故として扱われて、事故じゃないごめんなさい、事件として、ね、扱われた去年と今は大きな違いがあるのかなと、ただまあこの問題っていうものについて、終わってないし終わらせてないし終わらせるつもりもないし、まだまだやりたい、やりたいではない、あまりやりたくないって、やらなきゃいけない、そうやらなきゃいけないことがまだまだ山積してる状況下の中でね、ね、あの世間がなんか、まあ終わっている的な節がある、でもそれはそれで別にね、いいと思うんですよ、あのいつかは終わるだろうと、終わり方の問題であって、ここにもね、あのジャニーズ崩壊の真実ってありますけど、僕は崩壊してると思ってないので、ジャニーズは崩壊はしてません。これ次回します、それはまた、じゃあ、あの引き続きのお話でいいですけど、あのとりあえずそういう本の中身とか、あのこのタイトルについては、じゃあまた、そうね、後でね、命をかけた35年の足跡っては確かです、ね、もうここね、あとで、ね、35年に及ぶね、魂の記録 ね、あの誰が考えたのか分かりませんけど、
誰が考えたのか、はいはい、今度平本さんが一人で出す本、うん、東山さんに帯書いてもらったらどうですかね。あのね、あの一瞬する考えましたよ。やっぱりあの帯というよりも東推薦文書いてくんねえからみたいな、そうね、うん、あのでもまあそこはね、うん、多分乗ってこないし、うん、で、うん、はい、まあそのじゃあ、平本さんにとってはまあ1年2ヶ月ねやることはまあ大体成し遂げられたっていう。いや、成し遂げって言うとまた語弊が生むのよ。そうなのね。会として、うん、僕はじゃない、そう会として、ええ、会としての、大義名分、掲げた部分、うん、そこの部分、うん、は大義名分ちょっと違いが違うよ。会として、うん、会として、うん、まあ掲げた目標だったり目的だったり、ね、で、うん、ここを、うん、まあ大方おおむね、うん、達成できていることっていうことですね、うん、はい、ここで、一つ一回の役目を終わらせてあげたい、ね、活動を続けるもの続けないもの、うん、の自由性もあるし、はい、自分自身不定しもあるしもね、はね、まだまだ継続して、戦わなければならないことがあるので、でまたね、志賀康信にしても、うん、はい、彼の強い志をね、強く感じてる部分もあるし、はい、共有してる部分もあるので、うんうん、ね、今後もね、一緒にっていうことではないけども、うんうん、やっぱりこうね、うん、個人個人できることをやっていこう、はい、負けずに、はい、そういうことです、ね、はい、で今後のね問題についてもちょっと伺っていきたいんですけど、まあ今どういう動きになっているんだろうかって心配になるのは、その対象外とされている方たち、その203名、この方たちに対してなんかスマイルアップとしてはもうほとんどこう一回連絡をよこしたらあとは知りません的な。いや、一回連絡したらっていうことでもないですよ。そうですか、はい、でこの間ホームページにも、うん、もうそのどうぞ、裁判を起こすなり調停をするなりっていう方向を、まあ、お勧めしますっていうようなことが書かれて、初めてね、初めて書かれましたね、ええ、そう、僕はずっとしつこく何ヶ月も前から伝えてきたことなんで、はい、被害者側から、はい、例えば僕と石丸はスマイルアップ側から、はい、全て賄うので、ええ、調停を受けてもらえませんかとお願いされた立場じゃないですか、はいはい、でも、調停という場が、まあ、良い悪いはともかく、まあ、話し合いの場として用意されるっていうことは、はい、話し合いの場がないよりも歓迎すべきじゃないですか、はい、だからそういった場をもし求めるのであれば、うん、調停っていう方法を被害者側から求めてもいいですかっていうことのリクエストを僕はしてたんですよ、はい、でそれは、手続き、していただければしっかり受けますと、まあ、裁判であっても、調停であっても、うん、お受けしますと、はい、まあ、まあ当たり前なんだけどね、うんうん、っていう、まあ、現地を取って、はい、まあ、対象外の方々、はい、それをお知らせして、もしね救済委員会ないし、スマイルアップの代理人のね、はいはい、弁護士、代理弁護士事務所と、うん、その対話会話がまあジエンドと、はい、終わりですと、はい、されてしまって、うん、次の道次の一手を失わないように、うん、その道筋だけは僕は作っておく、行こうと思って、はい、調停というね、うん、道を皆さんに、はい、お伝えしている、はい、僕は用意するわけじゃないんだけどね、はいはい、っていう手も手段も、うん、方法もあるよと、はい、だから最後まで諦めることはないよ、はい、頑張ろうみたいな、はい、だからそこでだから現実的に準備をしている方もいますし、うん、まあ、一方ではまあ、強気にね、
栽培するぞみたいなっていう方々もいますし、まあいろんな方がいます。ただそれにね、全部お金が関わってきますよね。例えば裁判なんかでも、まあ、裁判だとね、はい、ただそこはみんな盲点になってる。盲点、要するに、まあ、例えば調停だったら数千とか、はい、そのレベルなので、あの引っかかる費用が、はい、数千円レベル、まあ、7千とか8千とか1万とか、まあ、9千抜けてたけど、まあ、それで、あのただ、まあ、一つちょっと大変なのが、地方の方だと、まあ、いわゆる東京のね、はい、あの地裁にね、はい、申し立てしなければならないので、通ってこなくちゃいけないですね、まあ、そういう場を設けられるならば、ちょっと交通費とか、はい、まあ、時間とか、あるいは時に宿泊費とかかかる場合もありますし、はい、ただ調停の場合は、例えば2回目3回目と続く時はね、あのオンラインでも今できるんですよ。はあ、なるほど、まあ、いろんなね、なんかこう使いやすくなってる、はい、だから、まあ、時間も、まあ、あの労力もね、はい、かかるんですけど、一応しつこいけど、あくまでもこれは話し合いの場を、はい、まあ、裁判所に持っていこうと、うん、司法に委ねるわけじゃないんですよ、はいはい、あくまでも話し合いの場です、だから、救済委員会ないしスマイルアップとの会話が、途切れさせない、はい、終わりにしない、はい、終わりにさせない、はい、ための手段、うん、としてこれを僕はしつこくて密接として、はい、あるよと、うん、大丈夫だよ、まだみたいな、そこで、求めるのは何かと、お金を求めるわけじゃないです、対象外となった方々は、はい、この金銭の問題で交渉できるところまでまだ行ってないので、はい、その前の段階、はい、被害の有無です、その被害の有無を求めて調停をする、だから、自分は被害者です、相手はジャニー北川です、っていうことの、真実味真実性っていうものについて、第三者に、取り上がってもらおうということの意味ですよね、だからそれをね、信じてもらうためのやっぱりこう作業も重要ですし、で向こうはスマイルアップ側は信じないとは言ってないんです。説明をしてくださいと。ただね、そこがちょっと私、その理解がまだできてないのかもしれないんだけど、説明してくださいって、どこの部分の説明してくださいっていうのが何を言って、ジャニー北川さんはどういった人たちです、あの人たちだ、ジャニー北川さんはどういう感じの人ですか、そういう質問を彼らは受けてますか。受けてます。その時何て言いましたかと、どういう口調でしたかと、お酒飲んでましたか、ビール飲んでました、それはジャニーじゃありませんってなりますね。180ぐらいで大男でしたみたいな、ないでしょ。ない、ね、そこでスパッと答えられないと、ね、だから僕も疑うの、すごく、あのね、姉さんも多分、こっち側に来ると分かる。話聞いてみて。多分ね、だからそういう人たちは一定数いると思うんですよ。で、これ203人の中にね、半分以上いる。半分以上ね、いたとしても、だから一人でも本当に被害を受けた人が取りこぼされるのは良くないなって思ってるだけなんですよ。嘘を言ってる人もいっぱいいるだろうとは思ってるの。だけど、そこの見極めをね、そのこっちも一生懸命言っても分かってもらえない、だけど向こうの人はどういう判断でそれをあの違うでしょって言ってるのかが、この被害を受けた本人が分かってない、何を説明したらいいのか見えないっていう、ね、それがおかしいのよ。それおかしいですか。おかしい、話してて、電話談してて、直接会って話す時もあるけど、なんで説明できないのかが分からない、説明していても。だってしつこいけど、いや似ていたんですよ、そればっかり言うのよ、それなんて言えばいい。いや似ていたっていうだけじゃでしょ、俺もすっげえ困るの、怒るわけでもいかないし、似てる人 いますからね、ね、それだから本当に困るの、ね、あのしつこいけど、明らかにあからさまに疑うのも、まあ、かわいそうだし失礼だし、だからといって、似ているなら間違いないよなんて、そのよくわかんないあやふやなとこで
乗るわけにもいかないし、うん、すごいけど、で、なんかこう、根拠も何もないところで、期待させるのもあれだしとかって、うん、こっちも結構葛藤の中でいるわけ。例えばでもね、うん、事務所に行ってました。何回も行ってます。ね。それからそのレッスンのところにもその顔出したことがありますみたいな人たちでも、例えばレッスンどこでどのようなことをやりましたかとか、それを答えられれば通りますよ。合宿所行ったことありますって、合宿所の間取りがある程度分かればある程度でいいんですよ。あ、なんだろう、まあ理解は示してくれます。それを確かか、原宿の20階建てぐらいのビルでしたって言われると、うん、ね、うん、もうアウト、あ、もうアウト、うんうん、そうなっちゃうわけ。そういう言い方だとね、でしょ、うん、20階建ての原宿の合宿だってどこってなるわけ。20階もないしあそこみたいな、うん、例えば、うん、ね、隣の黒い7階建てのマンションのこと言う人もいっぱいいるけど、うん、それはちょっと全然違うでしょと、うん、いい加減すぎる、うん、ね、あとはだからその時期にジャニーが日本にいなかったとか、うん、本当にあるんですよ、はい、ね、はい、あのしょっちゅうあの人海外行ってたんで、はい、ね、うん、でそこもそうだし、うん、ね、でとにかく街角でナンパされたっていう例が、うんうん、結構僕のところにも来てて、あ、それはちょっとね、はい、あんまり信用できないなっていうのがあって、うんうん、だって毎日渋谷の駅前で、毎日っておかしいな、毎日のように渋谷の駅前でジャニーがナンパしてますかって、それがまず一つ、うん、で毎回毎回必ず安いホテルに行くんですって、はあ、入って、おかしいでしょ、しかも運転室付きの車です、うん、で車は高級車じゃありません、うん、あのものすごい描写が難しいんだけどみたいな、うんうん、運転手がついているなんかすごい安い車、そして行き先はすごい安いホテルで、必ず渋谷の交差点で声をかけられる、うん、これジャニーじゃなくて絶対ジャニーを名を語った、うん、ね、うん、なんか日曜日界隈の人じゃないみたいな、うんうんうん、っていう事実いるんですよ、そういう人、うんうん、そういうのもあったりとか、うん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 、信用しがたい、あるいは信じてはいけない、うんうん、信じたことによってでやっぱ、うんうん、その間違い、ね、嘘とまでは僕は言いません、うん、例えば被害にあったんでしょう、はい、おそらく被害には、被害が事実なんですよ。ただジャニーなのかジャニーじゃないのか、うん、そこの違いって大きいんですよ、はい、だから似ていたじゃダメですし、そうですよね、確かとか多分じゃダメですし、うんうん、だからそこを確からしさを持って説明できないと、うんうん、でこれ説明責任ってちょっとよく言うけど、うん、それ被害者側にも説明責任ありますよ、はいはい、ね、はい、保証を受けよう、うん、それこそ金銭で、受けようっていう立場ですから、うん、これはこのジャニーズのこの問題に限らずですよ、うんうん、ね、あの他のね、事件事案、例えばそのセクハラだったりパワハラだったりっていうのあるじゃないですか、うんうん、どのようなことをね、いつどこで誰にされたかっていう説明をしなければならないじゃないですか、うん、はい、そこで誰がっていう時に、うん、ね、いや部長に似てたんですよとか、うんうん、無理だよね、うん、確かこう言ってたんですよとか、それじゃダメだよね、はい、だ説明する、うん、責任、うん、ね、うん、被害の中身のよりもっていうところですよ、うんうん、被害のその中身は、うん、ある種二の次、はい、本当に被害を受けたその時期、うん、ね、タイミング、そして誰、うん、これやっぱ確からしさを持って説明できないと、うん、聞き手側としてね、うん、僕も聞き手になってるんで、聞き手側にすると、うん、ものすごい疲れるんですよ。うん、そうなんですよね、うん。まずどういう被害かっていうのは本人同士しか分からないことで、ジャニーさんも亡くなってるので、もうそこって判定がかなり第三者は難しいじゃないですか。うん、だからそこの周りをこういかにきちっと固めているかっていうことになるわけですよね。うん、そう、だから中身のことはほとんど聞かれないし、うん、本当概要的に、ね、うん、さらりと聞かれるだけなんで、何回ぐらいの被害ですかとか、うん、そうそう、うんうん、まあ時折ね、うん、ここまでありますかとか、はい、
来られなかったんですかとか、ね、まあそれぐらいのことなんで、それはどのような感触でしたかとかさ、そんなことは聞かれないので、だから結局それ以前のこと、だからみんなそこの入り口につまずく。でそれ以前にあの申告する時の文言ですよね、そこがあまりにもいいかげん、被害に遭いましたお金ください2行だけとか、そういう人いますよ。あと、それはまた、あとだからね、最近聞いたのが1000万円請求しましたが断られました、助けてくださいって来たの。え、来るんですか。あ、当然いっぱい来ますよ。1000万はともかく、助けてくださいの系がいっぱい来ます、ね。で、ね、あの、なんなら、代わりに申告してくださいとか、ね、一緒に来てくださいとか、あの、だからどこまで甘ったれるんだっていうさ、だから僕を使えば保証されるってこともないので、でしょ、ね、それを持って、なんだろう、甘えっていうかオープンカップっていうかさ、そういったことを求めてくる人も確かにいるので、もちろん全員じゃないですよ、真面目な方もいますし、しっかりして、やる方もいますし、ちゃんとその事情状況を説明できる方もいますし、でそういった方はまあ本当につい最近もね、大紹介だったところから復活されて救済されたっていう方も現にいるんですよ、何人も、そういった方たちが現にいるっていうことが、僕はだからとっては事実だし、スマイルアップ側にとっても、まあ、それは強みでしょう、全員をね弾いてるわけじゃないし、やっぱ求めてるのは確からしさ、その確からしさでお願いしますから説明をしてください、分かるように説明をしていただければ、本当にそのお話を持ってね、しっかり、まあ、精査考えさせていただければと、っていうような姿勢なんですよ。なんか、本当にスマイルアップの、あの、立場を説明してくださってるような。擁護してるわけじゃないですよ。決してね、擁護してるわけでも。いや、だけど、そういう姿勢であれば、そういう姿勢がもうちょっと世の中にこう、出た方が、スマイルアップのためにはいいんじゃないかと思うんですよね。結局、スマイルアップ側の報道って、結局、勝手な報道しかないから。だって誰もそう会見しないし、だからといって会見で、僕たちは、我々は、しっかりした。ね、あの真摯に対応してますって言ったって、ね、あのバーって海外バーって言われるだけだから、あのこういう被害者がいる、こんなこと言われた、恫喝されたやつがいるとか、実際そんなことあるのかって僕は疑うぐらいなんで、だって立派な弁護士事務所だし、他の、ね、あの小さい弁護士事務所もみんな名のある立派な方々ですよ、そういった方々がそんないい加減な仕事をすると思えないし、実際会ってお話を何人もしてます、しっかりあの丁寧な対応してくれてます、だから結局じゃあ問題があるとしたら被害者ではない申告側の問題でしょと、申告するだから被害者ではない人もいるので、そうだからしっかり、本当に自分もおかしいこと言ってるの分かるよ、被害者が被害の申告を、まあ、しなければならないっていうのはこれ実際ね、マストになると思うわけ、自分がだから本当だったら申告罪とかっていう言葉があるぐらいなんで、だからそれをしっかりね、例えば、裁判所だったり警察だったり、あるいは刑事さんだったり、そういう司法になるので刑事事件になるのであればもっと細かく、例えばしつこく、何度もやらなければならないことになるじゃない、そういう場が何回も来ますよ、でも本当に私はもう被害を受けて、あの一生懸命言ってるんだけれども、あのまだ認められないっていう場合はじゃあ調停とかに進んだ方が物事はこうスムーズに進んでいく可能性は高い、そう要するに、裁判所で調停っていうのは少なからずとも裁判所という場所、そして裁判官と調停員が2名つけます、まあ、いわゆる第三者、本当にこの問題に関係のない第三者が、つきます、そこでその方々に対して判断をしてもらう、なぜか彼らは判断のプロだから、例えばね、あの平本さんと石丸さん以外の方でもう調停を起こしてますよっていう人もいるかどうかって、まだいないです、まだこれからですか、じゃあ、そうだね、いろいろね、準備しなければならないものは結構あって、
あ、朝廷に。そう、要するに、まずそう、文書作んなくちゃいけないから、はい、みんなそれが使えなくて。ああ、まずそこのハードルがあるわけですね。ちょっと勘弁してよって、俺嫌だよ、もう。そう、っていうで、そこ、それもね、本当に申し訳ないけど、はい、何この文書って多くて、もうね、大変、読むのも大変、読みにくいみたいな。ね、なんか、もう大変、本当に。なるほど、そういうところは慣れてないと、本来だったらばそれ、弁護士さん頼めば書いてくれたりとかでしょうけども、ね、うん、それを自分で書かなきゃいけないっていう、うん、そのハードルはちょっとありますね。いや、弁護士さんでも大変だと思うよ。あ、だっていつ覚えてなかったりするの、うん、でしょ、うん、いつって大事だよね、しつこいけどさ、うんうんうん、それはそうです。そう、うん、それ文書にで、ね、うん、似てた多分、うん、きっと、うん、みたいな、うん、それまずいでしょっていうさ。ただもう平本さんたち的にはそういう方たちがもしどうしたらいいでしょうっていうふうに、まあ、連絡をしてくればサポートはしていこうっていう、うん、それはもうだから毎日あるんで、毎日必ず誰かしらはやってますよ、うんうん、そう、もう長くやってる人はもう LINE だしね、はい、電話も来るしね、うんうん、まあ、できる限りの中で返事もしてるし、うんうん、はい、うん、本当これ休みなく、はい、っていうかぶっちゃけ35年前からあるんで、ずっとやってます、うん、まだまだ、じゃあそのこう道が閉ざされたわけじゃなくて、203人の人たちにもまだ次の手は残されてるよっていう、まあ、203人のうちの半分はまあ論外、あ、さらにその半分はもう、はい、とっくに諦めてる、あ、まあ、いたとして多分30人かな、あ、そうですか、ぐらい、そう、10%、2割いない可能性がある、はいはい、